えー、法的整理って何のことか簡単に教えていただいたりできますかえーと、調べても難しくて自己破産とは違うんですか法的整理ん債務整理したんじゃないの法的整理って何のことか俺もよくわからんな。法的整理、整理とは債権者または債、債務者が裁判所に対して一定の法的手続きを、手続きを申請し、裁判所の関与監督のもと法律に持って、えっ、ー、と、債権または、生産手続きが進められます。あー、なるほどね。えーと、 その債務整理したところからメールが来て支払いの継続が難しいなら法的整理を考えませんかって書いてあってあーなるほどねあー支払いが滞ってるってことかえ払えてるけど向こう行くにあたって難しいからと給料が減ってしまうからあーそれを何えっ、ー、となんか弁護士かなんかに弁、えっ、ー、とそれを話したってこと自分からじゃないとなんでバレるのかがわかんないんだな弁護士と話したってことか引っ越しをするかもしれないっていう話を一回遅れちゃった時にそのメールが来てあーなるほどね そういうのもあるんだなと。ああ、だとしたら別に一回遅れちゃってでも普通に普段、ええー、と、払えてるんだったら別に関係ない。だ無視していいと思うよ。この文章から言うと、法的整理とは債再,再建者または債務者が裁判所に対して一定の法的手続きを申請し、裁判所の えー、関与、監督のもと、法律に沿って、債務者の債権または、えー、生産手続きが進められますっていうことなんだけど。例えば、ああ、じゃあ今この状況じゃ厳しそうだから、じゃあ、えっ、ー、と、こ、これを、じゃあ例えば月々今5万円のところを4万円に下げて、で、えっ、ー、と、その分こんだけ年数が伸びますけども、そういう支払い方にしますかとか、そういうコントロールをしてくれるってことじゃないかな。俺もそれはちょっとよくわからんな。だから逆に、 俺に聞く聞くんだったら、多分そこのなんかお願い、債務整理をお願いしてる、そのね、弁護士事務所かなんかに、えっ、ー、と、連絡して、これどういうことすかって聞いてみた方が早いんじゃないかな。ただ、ただ、ただだよ。ただ一つだけ言えるのは、それをやっぱり進めてくる理由っていうのは、そんだけ、えっ、ー、と、年数が伸びればな、伸びるほど利子が増えるから、そうすると、その事務所としては、 長期的スパンで見たときに、ね、自分のところに見入りが良くなるっていう話だから、だから今、まあ5万円ができるんであれば、それをキープし続けた方があなた的には得ですよっていう話。その宣伝みたいな DM を送りつけてくるってことは、それはもう変な話、営業なわけだから、ちょっと、まあ生活は楽になるかもしれないけれども、楽には一瞬になるかもしれないけど、長期的スパンで見たら、 えっと、返している金額は増えていますよっていう話だから。じゃないとそんな営業メールって送ってこないじゃんそう,そうそうそう、そうさっさと払えた方が、その方が、あのー、楽っちゃ楽。えー、法的整理と裁判所が法律に基づいて借金を整理するもの個人の債務の法的整理には一自己破産、個人再生がある。そう、個人再生がわからんな、でもな。今度はな。自己破産か。 今のその状況下で自己破産っていうのが得策なのか。あといくら残ってるっつったっけ ?150 万っつったっけ ?150 くらい。それ、利子含めてだよね。だと思うだとするとまあ、約200、2年半ぐらいじゃんまあ、2年半で払えた方が俺はいいような気がするけどね。自己破産をするメリット、デメリットの方が正直今でかいかなーって俺は思うけどね。 えっと、個人再生と法律の定めに基づき、えー、最低弁済額を原則3年間、えっ、ー、と、えー、場合によっては最長5年間で分割返済し、えー、責務を整理する手続きですと、自己破産と異なり面積という手続きがありません。えー、最低弁済額ですが、小規模個人再生。うーん、なるほどね。やっぱ、給料を管理されるってことか。俺だったら、まあ、あと残り2年半、はぁ、いしばっ 返した方が俺はいいと思うけどね結構世間でほいほい自己破産進めてる人いるけど、自己破産ってデメリットのデカさの方が際立っちゃって、なんか自己破産するメリットが 俺見当たらないんだよね。若、若者にとってみれば。俺はだから、そのなんか個人、なんちゃらかんちゃらとかっていうのは、俺それスルーしていい話だと思うんだよね。だから、そうね、俺は2年半、ちょっとがん、なんとかそう気合い入れて歯食い縛って頑張ったら、そし,したらその後逆に言うと2年半、2年半後にはもうマジで、すごいなんかハッピーライフが、待っていると、信じながら、 うん。頑張ってみた方がいいんじゃないかな。ちなみに引っ越し先の方は住むの難しくなっちゃったえなんか他に方法は考えてんのなんか。でも二日くらいなら。 言ってくれてるので先に両付きの仕事の方を見つけ話をつけてほぼ大丈夫見たくなってから行こうかなと思って明日以降に連絡して話そうかなあーなるほどね両付きねどうなんだろうあるのかななんとなく調べてみてる介護施設で一つだけ見つけたなんか求人がスタッフ募集してるの微妙なので電話して聞こうかな求人がスタッフ募集してるのは微妙どういうことだろうスタッフ募集の求人が見当たらなくて施設的には募集してるああじゃあ事務とかってことなのかな まあ、だから聞いてみた方がいいね。それね。で、なるはやの方がいいんじゃない多分。なんかね、多分ね、パチ屋とかでも結構なんかき、なんかそういう、俺の中でなんかパチやってこう、量があってっていうバイトをよく聞くんだけどな、っていう。大きい音が怖いのでパチ屋は避けてて。ああ、なるほどね。だからなんかもう、業種、自分が例えば、ね、えっ、ー、とー、その介護のことをやってたからっつって、介護に絞る必要ないから、変な話。 うん。ああ、工場とかもそう、量管備ある。そう,そう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 。うん、工場とかもそうだね。だから探してみてた方がいいかも。だから変な話、今この状況の中で、うんと、業種を絞るよりも、まずは最優先何かっていう、優先順位として何が一番かなっていう。そう、そうなった時に優先順位としては、まず多分その親父から離れることっていうのが、優先順位としては一番なわけじゃん。だから引っ越しをするって話なんだから。ね。 で、その、えっ、ー、と、要は目的と、目的となんか手段とか方法とかがごっちゃになっちゃうと見失っちゃうから、何が一番最優先なのか。まず最優先っていうのはその親父から離れること。で、その、は、離れるために、えっ、ー、と、一人、別のところで、えっ、ー、と、自分の、ね、えっ、ー、と、今、住んでた地元を離れて、一人暮らしをするっていうことが次。 で、その中で、じゃあ次、次に来るのは、その一人暮らしをしていく生活を成り立たせるため。そう、それが優先順位だから、そうすると、介護、介護職、今、じゃあ自分が介護をずっとやってきたからっていうところで、そこにこだわる必要はないっていう。そうそうそう。だから優先順位的にそこが多分、優先順位高いから、そう、そこの優先順位を見,見失わないことっていうところかな。 で、まあ、最悪、えっ、ー、と、その緊急小口っていうところも、あの、視野に入れておいた方がいい。今年の8月の末までは、えっ、ー、と、普段だったら10万円しかもらえないところが、えっ、ー、と、10万円が2ヶ月の20万円、計20万円今もらえるはずだから、確か。緊急小口は誰でも行ける。だから、もし緊急小口っていうところを意識に、あの、頭の中に入れるんであれば、一回役所の福祉課に行った方がいい。あ、役所の福祉課じゃない、ごめん。えっ、ー、と、これはね、社会福祉協議会。 緊急小口の出所は。まあでも、福祉課とかに行けば、まあ、まあ、あの、そこをなんか案内してくれてたりすると思うから。そうそう。あの、社会福祉協議会っていうのも、ワード、頭の中入れといた方がいいと思う。最悪の時にね、あの、最悪のパターンの時、そ、そこに、まあ、駆け込むっていう手段もあるから。うん。まあ、とにかく早めに離れた方がいいね、そろくそじじいとね。